はい、皆様、こんにちは、メいメいチャンネルです。はい、今日は、えー、何の動画かと言いますと、えー、っとね、だいぶ前に動画に上げさせてもらったと思うんですけども、コメント欄でね、えー、ちょっと、揉めたというか、えー、私が一方的に、えー、ちょっとそれは違うやろうっていうことについて、最終結果どうなったかっていうのを、 えー、お伝えしたいと思います。はい。皆様、最近ね、コロナものすごく緩和してきて、徐々にね、えー、元の、状態に戻ってきてるっていうのはありますが、まだまだ、えー、油断は禁物ので,で、皆様、感染対策の方はしっかりしていただくよう、よろしくお願いいたします。そして、YouTube、Twitter、インキャス、えー、アメーバブログ、Mixi、えー、TikTok、 ンスタやっております。メ名チャンネルでね、全部統一してますので、コメント、えー、フロア、えー、そして、えー、高評価の方、よろしくお願いいたします。それでは、行ってみましょう。レッツゴーはい、改めまして、こんにちは、えー、メイメイチャンネルです。 はい。ということで、えー、最初のね、オープニングでも言うた通り、えー、コメント事件について、最終のね、えー、報告をしときたいと思います。あれから、えー、コメントの、なんですけども、えー、何人かね、えー、2、3人を、まあ、仲間連れてきていって言い方おかしいんですけど、まあ、誰か身内をね、えー、読んで、えー、私に、命名チャンネルにコメントしろみたいな感じで、多分、言うたんでしょうね、その人は。 で、えー、それでコメント、えー、来ました。えー、なんて言うんですか、ショートカットで、えー、こんなんゲージ握りてるのは可いすすぎるやろ。そんなんで、なんや、可愛いとか意味がわからんみたいなことを言うてまして、いや、それを私に言われてもっていう話で、ね、ありまして、で、皆さんそう思いませんあの、もう一、もう一回言いますけども、その、えー、コメントの人が多分他の友達でしょうね。多分友達呼んで、それを、まあ、コメントさせたと。 私にね、ショートカットの、ほら、皆さん、えっ、ー、と、メイメイチャンネル見てくださってる皆さんわかると思うんですけど、ね、ワンチャン動画上げてますよね、ショートカットで。はい。た、それの、えー、すんねん、くんねとく入ってんの可哀想や、みたいなことを、コメントを、まあ、友達に支せるという、えー、コメント欄が来てまして、そういうのも何人か来てたんですけど、まあ、全部ブロックしたんですけども、それを、おー、言わせると、いう、その人はそういう風なことをして、 えー、してるっていうのを現実でございます。まあ、そのコメントはもうブロックしてるんでちょっと今ないんですけど、はい。あのー、なんてうんですか。まあ、何が言いたいかというと、私にそれを言われたとこで、やと思いませんか皆さん。<laughs> 普通に考えてですよ。そんなん私に言われたって知らないじゃないですか。私が飼育してるわけでもないし、私がそこに入れてるわけじゃないんで、いや、それはそこの人に言えよっていう話じゃないですか。 私は、あの、そこの、従業員、店長さんに、えー、許可をもらって、撮影させてもらってるんで、だから、今、えー、と、ああやって店の、ね、ワンちゃんとか撮影させてもらってるんですけど、それは、店の人とか、そうで、この国に言いなさいよっていう話じゃないですか。それを友達を見つめに、コメントをしてくれたっていうのをね、現実でありまして、その人は。で、今、現状は、えー、もう、全く、一切してこなくなったんですけど、アンチコメントね。 してこなくなったんですけど、もう皆さんね、もう私ツイッターに勤めたんですけどね、もうやり方がね、あのー、誰かをね、友達、普通ね、友達を巻き込んでね、一緒になってね、その言わせるっていうのはもう最低やと思うんですよ。皆さんそう思いませんか普通に考えて。そういうことをしますか皆さんはっていう話ですよ。ね やってくるんやったら、そんなショートカットとかでね、コメントアンチ書くんじゃなくて、私がね、まあ多分見てくださってる方は分かると思うんですけども、一回目上げたコメント事件っていう YouTube のね、え、コメントに、あの、荒らしたらいいじゃないですか。自分が一人で。でもその人は、命名チャンネルは一人で一対一で、あの、やってるんじゃないですか。まあその方に向けての動画を出してるじゃないですか。ね、誰も巻き込んでもないですし、 誰か私の友達とか親を連れてきて、コメントにさ、こなんな書いていいやって言ってるわけじゃないですやん。ねその人は幼稚なことをしてて、もうね、見ててね、ねもうアホらしくなってて、もう相手してられへんわっていうことで、ツイッターに呟いたわけです。ねもうアホアンチですっていうのをね、もうもう相手にしても無駄やと思ったんで、最終はまあツイッターに呟いて、まあ終わってるんですよ。まあそれは命名チャンネルって調べてもらったらツイッターで出てくるんで、またその、 詳しく内容は見ていただいたらいいんですけど、まあまあツイッター携帯あるんで見せてもいいんですけど、まあそれはツイッター飛んでいただいて見てください。ね。もう友達を巻き込んでそういうコメントをさせるっていうのは皆さんどうかと思います。はい。皆さんはグルに組んでそういうことしますかもしそういうことをするのであれば私が、命名チャンネルが言うてるんで、その命名チャンネルコメント事件っていうコメント欄を荒らしたらいいじゃないですか。ね。それを友達を巻き込んでとか人を巻き込んで するっていうのは、まあ、明らかにもおかしいですよね。まあ、だまあ確かに、メ名チャンネルも、何ですか、そんな動画あげんでいいやんけってなるかもわかんないんですが、まあそういうふうなことを、まあ、お互い様やって言われたらね、そこまでなんですけど、でも、もともと根本はやったのは、そちらさんじゃないですか。まあまあ、一回目コメントの方を見ていただいたらわかるんですけど、また概要欄貼っとくんで、あの、そのコメント事件っていうのを見ていただいたらわかります、内容が。 はい。それは、あの、ちゃんと、その人のコメントをみえぇ、ー、掲してるんで、ここ画面に出してるんで、一度見ていただいてから、これを見ていただいたら、あ、メ名チャンネルさん、こういうことで怒ったはんねんなっていうのが分かると思います。はい。まあ、とりあえず、でも最終的には、まあ、簡単にざっくり説明したら、そういう内容になっています。で、ツイッターにつぶやいて、最終これを投稿したら、 もう、もう私も、えー、何もしないという形で、えー、終わろうかなと思っています。はい。もうあれからね、えー、コメント事件動画を投稿させてもらって、2、3日後になんか見えるそういうね、あのコメントが来たんですけど、この人何してんやろというね。それはツイッターにもつぶやいたんですけども、で、やるんやったら1対1でやったらいいじゃないですか。私もい、1対1で、その方に、 ねえ、意見として、あ、渡してるだけだって、別に喧嘩したくて言ってるわけでもないんで、はい、周りからね、世間体からしたら、ねえ、喧嘩や喧嘩やってなってるかもわかんないんですけども、はい、社会としては、あの、社会として言うてるだけだって、別にその人をどうこうしようとか、悪者にしようとかっていうわけじゃないんですよ。ただ、そのやり方は違うんじゃないのって、一人で普通、それやったら一対一で、まあ、 なんてうんですかコメントをらしたらいいじゃないですかって人を巻き込むことはないじゃないですか。それはコメント見て、その皆さんが見て、ああ、この人ら二人はアホやなって思う人やったら別にグッドボタンも押せませんし、チャンネル登録もしないですし、ねえ、やっぱりそれは世間体の社会人皆さんが決めていただくことであって、あなたの友達たちが決めることじゃないじゃないですか。で、 まあ最初にも言いましたけど、もうそんなゲージ入ってるのが可愛そうや。そんなに可愛いって言ってどうかと思います。とか、そういうコメント来てましたけど、いや、あなたたち普通に考えてよ。そうやって、私とその人の、あの、意見交換をしてるに、そうやって一緒になっていうのはおかしくないですかで、それでその、ショートカットのコメントに書くのもどうかと思いますよ。それとはコメント事件を、の、とこで、コメントを荒らすっていう方が、私は、普通に考えて、一般、 としては喧嘩ととしててははそれが一番ベストだと思っております、はい。ということでね。まあ、一例の中ではそんな感じです。んで、もうここ1ヶ月ぐらい、もうそ、まあ、そっからもう来なくなったんですけど、はい。もし、その人がまだ、また見てるようであれば、えー、これを見て、えー、どう思われるんかはわかりませんが、えー、私が言うてることは、それは100、100全部覆ってるとは言いません。 はい。ただ、えー、友達をグルになって、そういうことしてるのはただの幼稚です。まあ、アホなことしてます。もうそういうね、アンチはやめましょう。はい。私はなんぼね、言われてもいいです。言われてもいいですけども、見てる人らの、からしたら、もうやめていいや。そんなにせんでいいやんっていう風になります。もうこれで終わりにしたいと思います。はい。 まあちょっとね、愚痴みたいになっちゃいましたが、もし、えー、私が何を言うたんかっていうのを気になれば、な、なるあれば、ツイッター e 名チャンネルの方飛んでいただいて、えぇ、ー、そのつぶやきを見ていただいたらわかると思います。はい。ということで、皆様最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次回動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あ、そうそう、あとみんな言うとくね。あの、こういう、まあ とじゃないですけどこういうことがあればあまり何、えー、ですか相手にしない方がじゃなくてスル、えーする,するようにいたしましょうまあもしかしたらね、えー、問題になる可能性もなくもないので、えー、皆様も気をつけてくださいあとねあの1回目のコメント事件でも言いましたが言葉にはくれぐれも気をつけていただくようによろしくお願いいたします 多分皆さんはね、えー、私の命名チャンネルのね、動画を見てくださってる皆様は多分分かってはるとは思うんですけども、一つ言葉を間違えると、やっぱり人って傷ついたり、まあ、ゴリップくだったり、もしかしたら偉いことになる可能性もなくもないのでね、えー、皆様注意の方よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ